い、皆さんこんにちは、太田ゆりです。ちょっと見てください。今回は何をやるかっていうと、一言で言うと購入品紹介なんです。このチャンネルではこのジブリのねグッズをたくさん紹介してきたんですけど、今回の購入品紹介はね一味違います。スタジオジブリといえば地に根ざしたというか、トトロとかは1950年代だったりとか、昔ながらの伝統とか文化とかをすごく大事にしているこのスタジオジブリ作品と、この日本のポップカルチャーの最先端を行くこの原宿がですね、なんとこの度ミックスしまして、原宿コレクティブっていうなんとも可愛いねブランドが立ち上がったんです。ホットトピックっていう、プラットフォームがあるんですけど、そこと我らのスタジオジブリがコラボして、新しいトトロの概念とかクリエイターが絵を描いて、その絵をもとにグッズを作りましょうっていうスペシャル企画がねあったんです。で、原宿にもうこんな感じのピンクのトトロがいたりとかして、すごく可愛いねポップアップストアがねオープンしてたんです。ちょっと私がそこでちょっと撮影することができなくて、てかもうね現地に行けなかったので、もこんな感じでですね、じゃん、なんと12月31日までオンラインで全国どこでも買えるんですね。今回はこの原宿コレクティブの購入品を紹介したいと思います。というわけでジブリがコラボした原宿コレクティブ行ってみよう。はい、いやーめっちゃ楽しみ。私もまだ開けてないし、その現地でも見れなかったから初見です。初見。今回のやつはメンズレディース関係なく、どっちも着れるワンサイズでお洋服とかね売られてました。なので全国のジブリ男子の皆さんもご注目ください。全部で11、これがね今回の原宿コレクティブを象徴するこのピンクのねトトロなんですよ。これがねメインビジュアルですね。かわいいモンスターカフェって、もう今はね店舗は閉店しちゃったんですけど、オンラインストアとかでグッズを展開しているね、すごく原宿らしいグッズを作っていらっしゃる、ブランドがあるんですけど、そこが描いたこのねトトロのねイラストですね。この絵のね説明は、もしトトロの森にカラフルな可愛いキノコがあって、どんぐりの雨が降ってきたらキノコ傘を使う日があるかもっていうね、そんな想像から生まれたねこのトトロのデザインみたいです。なんかさ、もうこの時点で結構今までのトトロの概念とはさ変わってくるじゃないですか。ちょっとねだからめっちゃ面白いので、どんどん行きましょう。じゃあ行きます。一品目はこちらでーす。じゃーん、よっ。はい、こちらはですね原宿コレクションの長峰翔子さんによるプリント T シャツでございまーす。見て見て、ほらめっちゃ面白い。見てこのユバーバの絵、もう色の使い方がめちゃくちゃ独特。お、かわいい。わっ、ビッグシルエットだ。かわいい。よーく見るとさ、湯札があったりとか、四方にはね多分このユバーバってめっちゃド派手なジュエリーをねつけてたりとかするので、そのダイヤだったりとかユバーバ要素がたくさん散りばめられてますね。なんか個人的にはバックプリントの T シャツだとこのさあんまジブリが目立たないじゃないですか。こういうさ前にデカデカとこういうユバーバがいてくれたりするのはねめっちゃ嬉しいですね。丈はねもうこんな感じで、膝がここでね骨がここだから、だからほんと真ん中ぐらい、ビッグシルエットというか T シャツワンピースぐらいの長さありますね。長い。ジブリのアパレルでいうとGBL っていうブランドがあるんですけど、そこのグッズは割とねこのアウトドアに特化していたりとか、 T シャツとかもねなんかズボンにインできるようなサイズ感のやつとかが多いんですね。でデザインとかもあんまりこう派手すぎず、大人が楽しめるジブリのアパレルっていう感じなんですけど、これはさやっぱ原宿っていうだけあってもう派手なんか中リーサさんとかが着てそうなイメージなんですけど、めっちゃ可愛いですね。
なんかまた GBL とは全然違ったね、印象のお洋服ですね。すごく可愛いです。はい、というわけで一品目、ゆばあばのシルエット T シャツでした。はい、白ファンの皆さん集合。はい、そこの人も白好きな人みんな来て。はい、見てください、この、わー、白様ー、もうさ、これはあかんやろって。こちらはですね、スタジオジブリ原宿コレクションベイさんのラグラン T シャツでございます。これしかもね、5000円だよ。5000円で白様の T シャツが買えました。これあれですね、真ん中が白で、この袖がこのネイビーになってるっていうね、2色構造の可愛い T シャツです。じゃーん、わ、これはちょっと世のジブリ男子におすすめしたいかも。これあの橋で青ガエルくんに魔法をかけた時のシーンですね。でこっちは右早見琥珀主に、でこれはお客様とて許せぬのユバーバのシーンですね。なんと、もう各キャラのもう素敵な一押しシーンがここにいるではございませんか。すごーい。なんかこれはほんとね、なんて言うんだろうな、気軽に着れる感じですね。価格もあのさっきの1万円ぐらいしたんですけど、これはね5000円くらいで買えるので、なんか生地もさっきのよりはかなりちょっとこうね、ライトな感じなので、語弊を恐れず言うと、あのユニクロの T シャツみたいに、なんかこう生地感とかはちゃんとしたのでありながら、なんかこうプリントだからね、汚れも気にせずに普段使いができるし、すごくね、あの使いやすいアイテムなんじゃないかなと思います。丈感はね、こんな感じ、さっきのやつよりはかなり短いですね。骨がここで、膝がここなんですけど、なんか私158センチだから丈長く見えるけど、なんかこうやって折り込んでさ、インして着ても可愛いし、なんか普通にデニムと合わせたらめっちゃ可愛いと思います。あとなんかさ、下にスカートとか履けばさ、なんかお尻とか隠してくれてさ、いろんな人が着れそうだし、すごい使いやすそう。これはでも千と千尋ファンとか、まあ、特に白ファンの皆さんにはたまんないんじゃないですかね。はい、というわけでこちらが二品目、千と千尋の白の T シャツでございます。あ、次はね、あ、これはちょっともう次は、はい、ちょっと次、魔女宅ファン集合。うわー、これもかわいい。では参りましょう、マジの宅急便の T シャツ、こちらです。じゃーん、魔女さん2人がいる。うわー、見習い魔女2人揃ってるやん。こちらはですね、阿部ちゃんさんのデザインによるショートリンガー T シャツレッドでございます。珍しい、このグッズ。この子はね、あの名前がなくてですね、あの映画では先輩魔女って台本にも書かれてるし、あの原作の魔女の宅急便の方でもお姉さん魔女としか書いてなくてですね、実は名前がないキャラクターなんですけど、でもね、この子めっちゃ人気で、なんか結構ツンケンした感じなんですけど、実はファンがいるっていうね、面白いキャラクターなんですよ。でもこれね、ただあの2人が並んでるシーンを抜粋したわけではなくてですね、見てください、ほら、このね、キキも先輩魔女も阿部ちゃんさんが描いた新しいこのデザインになっていて、ちょっとまた変わったね、お顔立ちになってますね。あのまつげとかもバサッと生えた、ちょっと大正っぽい、大正ロマンっぽい先輩魔女の猫も、なんかあのエジプトのさ、猫神様みたいななんか凛々しくない？スフィンクスみたいななんか違ったキャラクターの捉え方をされたんでしょうね。ちょっとじゃあ着てみます。よっ、じゃーん、わ、なんか体操服みたい、私が着るとかなりね、丈が短いです。これはあれかも、ジブリ女子向きかも、かなり短い。絶対さ、デニムと合わせたらめっちゃ可愛いやん。これはいいぞ。これもね、あのワンサイズなんですけど、着た感じはでもね、サイズ感は S とか M ぐらいかな。
なんか私の普段買ってるサイズとほぼ同じ感じがするので、かなりタイトな方だと思いますね。だから多分キッズとかでも全然いけると思います。140センチとか全然いけるんじゃないかな。だからさ、どんぐり共和国さんとかのグッズっていうのは、スタジオジブリが作ったアニメの世界を忠実にこの再現して、その世界観をこのものとしてね、体感できるような正統派なグッズなんですね。けどやっぱなんかこのなんて言うんでしょうね、第三者目線で見たジブリというか、もしもあの先輩魔女さんがウインクをしたらみたいななんかそのサイドストーリー的な感じで作られてるから、またそれがちょっと面白いですよね。本当本家とはまた違った魅力を描いていらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、というわけでちょっといっぱい喋っちゃうな今日。3品目、魔女の宅急便の激かわショート T シャツでした。それでは最後に行きたいと思います。これは私の中では超イチオシ目玉大商品です。では行きましょう。最後のアパレルグッズはこちらです。じゃーん。こちらはですね、スタジオジブリ原宿コレクションベイさんによるワッペンスウェットでございます。わー、これ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 やね、私が一番欲しかったやつ。じゃーん、見てください。じゃん、千と千尋のワッペンコレクションなんです。かわいい。ほら、あの湯婆婆の魔法攻撃から、さっきのあのにぎはやめ琥珀主、そして顔なし、そして吐く、そしてかまじ、このオールスターが大集合したワッペンスウェットが登場しました。やばすぎない？でね、もう私的なちょっとまた胸厚ポイントはね、この胸のワンポイント、ここにさ千と千尋の神隠しって入ってるんだけど、なんかこのフォントがまたさ千と千尋らしくって、もうこれももう完全に千と千尋やしさ、ちょっとやばすぎないこのスウェット。なんかこのワッペンのところはね、ちょっとこう硬くなってて、ほんとしっかり縫われてるので、めっちゃ高級感もすごいし、すごい手の込んだ作りですよねこれ。これはさ、長袖だからこれからの季節着れるし、ちょっとほんと楽しみ。もう絶対食べ物こぼさない。で、あとはもうなんか原宿らしいこのシルエットですよね。ダボっと着れて、なんか女の子とかが着ると、なんていうのかな、彼氏から借りてきましたみたいなさこのダボっと感がまたとても良い。今回はこの千と千尋スウェットはじめ、さっきご紹介した服4点で今回はね抑えました。で、あとはね、私ステッカー集めるのが大好きで、まあ、こういう今回の原宿コレクティブを象徴するような各クリエイターさんのね、あのステッカーをね買ってみました。他にもね、あとスカートがあったりとか、カバンもあるし、ジブリがね映画館でやってたのを見えてこなかった子たちにも、このジブリの良さが伝わるような、なんかいろんな窓口を作り始めたんじゃないかなと思って、なんか新しい時代が来たなぁと思ったりしました。まあ、今年はね、もう待望のジブリパークもオープンするので、ちょっとこの新しいグッズたちを着て、私はジブリパークに行きたいなと思います。というわけで、ちょっと今回も気になったよとか、いいなと思ってくださった方は、いいねとグッドボタンよろしくお願いします。というわけで、ちょっと私がずっと気になってたものを紹介できたので大満足です。それではまた次回の動画で元気にお会いしましょう。それではまたねー。